はい、どうも皆さん、こんにちは。極貧弱小 YouTuber のゲストです。今日もですね、こちらのですね、PyMax のですね、PyMax ポータルを使用しまして、イメニタのね、動作の、動画を流していこうと思ってるんですけれども、今日ね、使用するのはですね、PS ビータのエミュレーター、ビータ 3K の方をね、使用して、エミュレーターのね、動きを皆さんと共有していこうかなと思うんですけれども、実はですね、前回の動画からですね、少しね、間が空いてるんですよね。3日ぐらい経ってるのかな、もう。はい。で、実は前回の動画の直後にですね、すぐこのビータのね、検証の方を始めたんですけど、いろいろね、ちょっと難航しておりまして、ちょっとね、時間がかかってしまいました。で、結論から申し上げるとですね、どうやらですね、このビータ 3K がですね、クアルコムのですね、グラフィックドライバーのね、アドレナとね、どうやらね、なんかちょっと相性が悪いみたいなんですよ。公式の、サイトだと、CPU のパワー自体は T618 以上であれば、なんとかギリギリ動くっていうところで、今回ね、使用している PyMax ポータルの方は、CPU のパワーはね、T618 とかと比べると、もう倍近くね、ありますので、なんらね、パワーに問題はないんですけれども、GPU のね、ドライバーの、アドレノですね、クアルコムの方に使われている部分。この、GPU ドライバーのアドレノがですね、どうやらちょっとこの 3K と相性が悪いらしくて、ビータ 3K とね、相性が悪いらしくて、いろいろね、私、スマホの方はね、持ってるんですよ。クアルコムのシリーズの方。で、どのね、やっぱシリーズ使ってもいまいちなんですよ、動作のが。で、対して、T618 とかにね、使われているマリーですね。このマリの方がですね、まだ動きがいいんですよ、全然。で、私が最近買った、ヘリオ G99 ですね。で、動作検証を前回ビータ 3K でやった時には、それなりにね、あ、動くじゃんって感じで、結構ね、遊べるタイトルが多かったんですけども、今回ね、この、クアルコムさんの、スナップドラゴン XR2 を使って動作検証をやったんですけど、いずれもね、結果の方がね、あんまよろしくないんですよ。で、まあ実際ね、この後ちょっとお見せするので、まあどういったね、感じで動くのかっていうのが分かっていただけると思いますんで、ちょっとね、一緒に見ていきましょう。ではね、早速、一本目のね、タイトルから見ていこうと思うんですけど、まずね、こちらの方、サガスカーレットグレイスですね。こちらの方今インストールして、まあ、プレイしてみようかなと思うんですけれども、ちょっとね、ボリュームの方を出してみますね。で、この段階でお分かりいただけると思うんですけど、まずね、サウンド周りがね、良くないんですよ。で、これはまあマリのね、方でも、同じようにサウンドはちょっと割れたりしてるんですけど、こっちのね、クアルコムのチップの方が、よりね、サウンドが割れちゃうんですよね。だから、サウンドドライバーとも相性が悪いし、おそらくね、描画の方も結構バグが多いんですよ。で、グラフィックドライバーとの相性も悪いっていう感じで、全体的にね、なんかクアルコムとね、相性悪いのかなって感じですね。あ、というかもう、フリーズしちゃってますもん。あ、動き出した。動き出しましたね。はい。まあ、そこまで動作は、こう、遅延してはいないんですけど、やっぱりちょっと実機に比べるとね、フレーム落ちしてちょっとやっぱ呪いっていう感じですね、移動も。で、ちょっとこれじゃあバトルの方行ってみましょうか。とにかくこんな感じでね、サウンドがひどいんですよ。全体的に。どのタイトルも。動きもね、いまいち良くなくてですね。今、先頭から抜けちゃった。なぜローディングの、大丈夫ですね。もう、サウンドめちゃくちゃですよね。動作の方もね、緩慢で全然良くないんですよね。
諦めた。ジロフル。動きはもうめちゃくちゃスローってわけではないんで、まあまあでもショットは遊べるレベルには達してないよね。で加えてやっぱりこの音ですよね。音がねもう割れまくっちゃってて不快なんですよね、やっててね。正直はい、ということでね、サガスカーレットグレースはこんな感じですね、とっても遊ぶに耐えられないようなサウンドですね。音をまあ消したとしてもこの動きがちょっと動作がねもたつくっていうのも解消されないので、まあちょっとね遊べるレベルではないかなっていう感じですね。でちょっとね他のタイトルもどうなんだっていうところをちょっと見ていこうかと思うんで、タイトルちょっと切り替えますね。はい、では続いて次のタイトルですね。次のタイトルはペルソナ4ゴールデンなんですけど、こちらもお聞きいただいて分かるようにね、音がもうこんな感じでもバリバリ割れちゃってるんですよ。で加えてめちゃくちゃ遅いんすよこれ。わかります。まあこう走るとまあそれなりに動いてるようには見えるんですけど、めっちゃ呪いっすよね、このモニター越しじゃなくて見ると。今コマ飛びみたいになっちゃいましたね。ちょっと先に進めてみましょうか。でね、イベントシーンとかムービーシーンでボイスが入るところはねひどいんですよ。なんか二重に再生されちゃったりするんですよね。ちょっとスキップしてみましょうかね。こんな感じですね。とても聞くに耐えられないでしょ。だからね、ボイスがね、出るゲームは全般的にこんな感じなんですよ。このペルソナ4ゴールデンに限らず。なので、ちょっとね、RPG 系でボイス好きなやつは結構厳しいかなっていうところですね。これね、ヘリオ G99 でね、ペルソナ4ゴールデンやった時にはね、結構快適に遊べたんですよ。このシナリオ部分も含めて。なんですけど、ちょっと頭痛いなって感じですね。全然ダメじゃんっていう感じなんですよね。はい。じゃあまあちょっと他のね、タイトルもね、ちょっと続々と見ていこうと思いますんで、画面切り替えさせていただきます。はい。続きましてですね、フリーダムウォーズですね。こちらを言ってみたいと思うんですけども、今冒頭のね、イベントシーンなんですけど、音声と字幕、口パクがね、ずれまくってますね。で、まあ、BGM もバリ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 こう割れちゃってる感じですね。ちょっとね、この後冒頭のね、チュートリアル戦があるんで、まあ、どんな感じかちょっとね、お見せしますんで、もうちょっとね、お付き合いくださいね。そうだ。大事なことを忘れてたよ。このね、場面ちょっとスキップしたいんですけどね、ちょっとできないですよね。君の前に現れるの。
もう口パクしてないです。止まっちゃってますね。画面がホワイトアウトしちゃいましたね。うまく画面が切り替わるか。気を引き締めていけ。さあ暴れるよ。まず敵を撃ち。じゃあちょっとねイベントをしてもらいますね。俺が先行する。ついてこい。もうガクガクですね。入力遅延もひどいな。どうした？このデカブツが。大丈夫か？ちょっとテストバトルね、してますね。お前今まで何してた？あ、しまった。遅れてすまない。少しトラブルがあって。別に構わねえよ。この程度のやつ、俺一人でも十分だ。そういうな。いやひどいな。ひどいな。ハッシュの書き込みで止まるとしても限度があるだろうって感じですよね。ああ、高めに固まっちゃいましたね。結局お前記憶が戻ってないんだってな。ダメですね、ムービーシーンが始まらないですね。はい、という感じでですね、まあムービーが出たとしても字幕や音声がずれまくってますし、まあバトルが始まってもねガックガクで、まあスタッタリングもひどいっていう感じでね、全然ゲームにならないなっていうのが正直な感想ですね。はい、じゃあ別のタイトルまた見てみましょう。はい、じゃあね次はね軽めのタイトルをちょっと動かしてみようかなと思います。タイトルの方はね剣の街の異邦人ですね。まあ、このウィザードリータイプのね 3D ダンジョン探索型のゲームになるので動作の方はね基本的に軽めのはずです。はい、このようにね、実機とね遜色ないような、ダンジョン移動になってますね。さすがにね、これはめちゃくちゃ軽いのでね、この辺も重いってなるともう全滅って感じですけどね、問題ないですね。ちょっとバトルをやってみましょうか。この辺で待ち伏せ、それとですね、先ほどね、ちょっと戦闘をやってみたんですけど、戦闘中もそうだったんですけど、このコマンドに書いてあるテキストですね、これがちょっとね、もうバグっちゃっててね、何が書いてあるかね、わからない状態ですね。ちょっとね、ゲームにならないな。私はちょっとね、このゲーム、やり込んでるんで、コマンドでどこに何があるかね、わかってるんですけど、
いきなりこの状態で新規からゲームをやるのはちょっと無理がありますね。ちょっとバトルを行ってみましょうか。あ、ほら、こういった感じでね、戦闘中もお分かりいただけますよね。こんな感じでテキストがこうバグっちゃっても見えないんですよね。なのでね、非常に困りますね。戦闘のね、エフトはさすがに1万円に対してね、切りつけのシーンとかね、炎がこう乗るだぐらいなのでね、問題ないですね。で、先ほどまであったサウンドがね、割れちゃってたりするっていうのが、あまり感じられないですね。まあ、わずかにですけど、BGM に少しノイジーな感じで、ザザザザっていう感じで雑音が乗ってますけど、そこまでね、さっきと違って気にならないなっていうところですね。こちらのタイトルに関してはね、なんとか遊べるレベルで動いてるんですけども、コマンドのね、テキストの方がバグっていて、そういった面でね、ちょっと遊ぶのに難があるといった感じになりました。はい。ではね、次のタイトルに行ってみたいと思います。はい。ではね、最後のタイトル行ってみたいと思います。最後はですね、聖剣伝説2になりますね。スーパーファミコンからのね、リメイク作品になります。でこちらも、先ほどの剣の魔法陣、剣の町のね、法人と同様に、BGM の方はね、割とまともになってる方かなーって感じですね。で、動きの方も悪くないですね。はい。まあ、ただ、これ今、最初のね、冒頭のイベントシーンを終えて、まあ、フリープレイになるところまで進めてきたんですけども、冒頭のね、方で入ってるイベントシーン。このゲームね、フルボイスに対応しているので、イベントシーンなんかもね、ボイス付きで展開されるんですよ。で、その時に、やっぱりボイスがね、ペルソナ4ゴールデンの時みたいに、なんか二重に再生されたような感じで、なんか音も、ガクガクって感じで、こう、なんか遅延気味の、再生の、状態だったので、正直ね、イベントシーンに関してはちょっとね、ストレスね、溜まると思います。私は少なくともね、ちょっと我慢できないなって感じでしたね。この状態でイベントを見なくちゃいけないのは、ストレスだなって感じですね。バトルはそれなりに動いてるので、そのイベントシーン以外はね、なんとか遊べるかなっていうところかな。画面があれだね、定期的になんかチカッチカッてなんかフラッシュじゃないけどおかしくなるね。まあただこれ今ねランディが一人の状態で戦ってるから軽いっていうのもありますよね。おそらく、パーティーが、3人になって、雑魚敵がね、わらわらって目の前に出てくるようなシーンでは、おそらくね、処理落ちが顕著に出るんじゃないかなと思いますね。なんかこうやって一人で道中歩いてても、たまにね、重くなったりするんですよ。だから多分3人になった時ね、さらに重くなるだろうから。最後まで、ね、快適に遊べるかっていうとちょっと懸念が残りますね。
ということでね、まあ、聖剣伝説2なんですけども、まあ、冒頭のね、ランディ一人のシーンでは、まあ、BGM が多少たどたどしいんですけども、アクションの方はね、なんとかギリギリ遊べるかなっていう感じの、動作ですね。はい。ということでね、ちょっと、少ない本数だったんですけど、最後ね、総括を述べて、今日の動画の締めとしたいと思います。はい、皆さん、本日も最後まで動作検証お付き合いいただきお疲れ様でした。本日はですね、PS ビータのエミュレーター、ビータ 3K を使って、エミュレーターを走らせてみましたが、いかがだったでしょうか。残念ながらですね、まあ、どのタイトルも、まあ、満足に遊べるっていうところには到達していなくてですね、まあ、ビータ 3K の開発自体がまだまだこれからっていうところもあるんですけども、まあ、それを抜きにしても、まあ、ちょっとね、今回このバイマックス、ポータルにね、搭載されているクアルコムの、スナップドラゴン XR2 との相性がね、あんまり良くなかったのかなっていう気はしますね。ちなみになんですけど、このビータ 3K を使用するときに、GPU の、ドライバーがあるんですけど、これがね、標準だとこのデフォルトっていう、まあ、状態になっていて、このビータ 3K が用意したドライバーが最初は組み込まれてるんですね。で、まあ、有志の方がそれとは別に作ったカスタムドライバーなるものがね、いろいろリリースされてるんですよ。で、まあ、この、スナップドラゴン XR2 に搭載されている、アドレノ650っていう、このグラフィックドライバーに対応したやつをね、一通りこう試してみたんですよ、入れて。こんな感じで。いろいろね、650に対応してそうなやつを一通り入れてみて試してみたんですけども、いずれもですね、検証結果としてはね、さほど違いは出なかったっていう感じですね。多少、なんか動きが良くなったかもなっていう感じがしたのも何個かはあるんですけども、まあ、結局ね、途中でなんかゲームが止まっちゃったり、クラッシュしちゃったりとかっていうのばっかで、なんかいまいちどれ使っても結局同じだなっていうのが、まあ、検証結果として得られました。ということで、まあ、今はこのビータ 3K を使って、パイマックスポータルでね、PS ビータを遊ぶことは叶いませんでした。ということで、まあ、今回ね、ちょっと残念な結果になってしまいましたね。一応この、ビータ 3K がね、その各タイトルに対して、まあ、保証じゃないですけど、動く指針みたいのをね、定めてるんですよ。で、このゲームのアイコンの左上の方にね、このプレイアブルの可能かどうかっていうところのマークがね、ついてるんですけど、この緑はね、十分に快適に遊べますよっていうマークなんですよ。で、この、オレンジに関しては確か動くけどもいろいろ問題あるよっていう感じですね。で、まあ、ここの灰色の方は、確かまあ動作の方はね、非推奨っていう感じだったと思います。まあ、ただ、今回ね、タイトルを動かしてみたのはこの5つなんですけども、サガね、スカーレットグレースと、フリーダムウォーズと、ペルソナ4ゴールデン。いずれもね、緑のマークなんですけども、まともに遊ぶことはできませんでした。グラフィックドライバーも、カスタムドライバーとかも導入してもダメでした。はい。で、逆にこの、剣の街の標準とか、聖剣伝説は、まあ、グレーなんですけど、まあまあ、遊べましたね。はい。で、ちなみにこのグラビティデイズなんですけど、グラビティデイズはね、ゲームを始めて最初のステージに降り立つと、もうグラフィックがバグりまくってて、まあ自分がどこにいてね、どういう状態なのかっていうのを視認できるような状態ではなかったので、まあ今回はね、ちょっと割愛させていただきました。はい。ただグラビティデイズはね、そもそも他の、マリ系のグラフィックドライバー積んでる、タブレットとかスマホで試してみたんですけど、同じようにね、ステージのグラフィックがね、バグってるんですよ。で、Windows 版の方は、グラビティデイズね、結構快適に遊べるレベルに進化してました、ビータ 3K の方。ただ、Android 版は、そのグラフィックドライバーをマリに変えても、アドレノでも、同様にね、ステージの方がバグってて、ちょっとゲームにならんなっていう感じでしたね。はい。ということで、今回のね、お話は残念会だったんですけど、以上としたいと思います。本日のね、お話が皆様の何かのお役に立ちましたら幸いです。ぜひね、チャンネル登録をしていただきまして、私のね、モチベーションが続く限りはね、動画の方を流していきたいなと思いますんで、またね、次回の動画でお会いできれば幸いです。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。